航空自衛隊導入予定の無人偵察機グローバルホーク RQ-4B ブロック 30i の試験飛行の情報をキャッチしました。では詳しく見ていきます。でも、日本でも米軍のホークが稼働しています。もう少し維持費が高騰しなかったらいいのに。ブロック30って米軍はもう使用していないけど、やはり旧型を調達しなくてはいけない状況なんだろうね。2021年4月15日、アメリカのカリフォルニア州パームデールにおいて、日本の航空自衛隊に向けた無人航空機が試験飛行に成功したことが、製造元のノースロップ・グラマン社から発表された。この無人航空機は、グローバルホークの通称で知られている RQ-4B のことで、正式な型番としては、ブロック 30i と呼称されるバージョンであり、2018年時点で航空自衛隊は3機の調達を決定していた。RQ-4B ブロック 30i グローバルホークは攻撃用の兵装等は装備していない。偵察任務に特化した無人機であり、情報収集や監視、偵察といった分野で収集したデータをほぼリアルタイムで送信が可能だ。そのデータ配信は開発元のノースロップ・グラマン社によれば最長で24時間に及ぶ連続任務が可能であり、現状世界でも他に類を見ない。ただ一無二の高高度要衝時間対空型の無人航空と称されている。前述のように、日本では2018年に3機の RQ-4B ブロック 30i グローバルホークと、運用に必要な周辺機器の導入が決定されていたが、ランニングコスト等の高騰から2020年には一時見直しの声も上がっていた。今回、ノースロップ・グラマン社がテスト飛行の成功を発表したことで、これら一連の見直しの可能性は低まったとみられ、当初の予定通りに配備が行われるのだろうとの見方が強まっている。この見直し案が出された背景には、すでに RQ-4B ブロック 30i グローバルホークを導入、運用しているアメリカ空軍や NATO、そして韓国の合計機体数でもおよそ50機に止まっていることが最大の原因だったようだ。こうした RQ-4B ブロック 30i グローバルホークの機体総数の少なさが、当初想定されていたランニングコストの額をおよそ4倍にまで引き上げているとされ、消耗部品の単価を含め保守費用の上昇が問題視されていた。このランニングコストの高騰問題が解決されたわけではないが、すでに青森県の三沢基地に70名の要員受け入れの準備を進めていた運用側の航空自衛隊の体制構築の進展もあり、そのまま実施されるとみられる。最初に RQ-4 グローバルホークが開発されたのは1998年で、アメリカ空軍のエドワーズ空軍基地で初飛行を行い、同軍で実戦配備されたのが2004年と、すでに初期からは20年以上を経てきた機体である。アメリカ空軍では2003年のイラク戦争等で RQ-4 グローバルホークを実戦投入しているが、もともと
63機の予定で進められていた導入計画は途中で45機へ削減されており、これもコスト面の問題からだと言われている。日本にとってのアメリカ空軍の RQ-4 グローバルホークは、2011年の東日本大震災時に福島第一原発の状況確認に用いられたことや、2014年以降、北朝鮮の監視のために青森県三沢基地へ臨時配備されたことで用いられている。この2004年の事例は、北朝鮮の弾道ミサイル発射への監視体制の強化が求められたためであり、アメリカ空軍のグアム島アンダーセン基地から2機の RQ-4 グローバルホークが暫定的に配備され、活動を行ったものだ。日本が RQ-4 グローバルホークの導入を推進してきたのも、こうした北朝鮮の弾道ミサイル発射という直接的な脅威が大きなウェイトを占めると思われ、弾道ミサイルの全段階での備えだと言えるだろう。航空自衛隊で RQ-4B ブロック 30i グローバルホークが3機導入される。計画となったのは、日本の防空を担うには、少なくとも、その数が最低数と、見積もられたためであり、同機本体は、センサーを除き、1機約25億円での、調達となった。単体で見た場合、1機25億円は、さほど高額ではないようにも感じられるが、導入に必要なイニシャルコストは、別途必要であるため、3機と、遠隔操縦設備2機の総合計画では、約850億円ほどの予算が計上されている。ちなみに、アメリカ海軍では、RQ-4 グローバルホークを同海軍仕様とした MQ-4C トライトンを採用しており、2012年に開発を開始、2018年から実戦配備が行われ、総数68機の調達が現在のところ予定されている。アメリカ海軍では既存の有人機である B8 哨戒機と MQ-4C トライトンを組み合わせた任務運用を想定しており、先行する MQ-4C トライトンが対象を発見した後に B8 使用戒機を差し向ける形となるようだ。こうした運用想定から MQ-4C トライトンは、ベースとなった高高度監視用の RQ-4 グローバルホークよりも、はるかかに低い高度での使用が主となるため、機体への対策が施されたものとなっているという。具体的には、Q4C トライトンには、機体そのものの強化が施され、かつ、また、氷結、落雷、防水等の低高度の海面上を飛行するための専用の対策も行われており、より洋上に特化した機体となっている。